ゴキブリ目は、ゴキブリとシロアリを含む昆虫の目である。かつてシロアリは別分類と考えられていたが、遺伝子や分子的な証拠がゴキブリと共通の祖先から進化したことを示唆している。ゴキブリ目とカマキリ目は現在どちらもアミハネウアメの一部と考えられている。ゴキブリ目には、約500属4400種のゴキブリと、約300属3000種のシロアリが含まれる。 白アリがコロニーを形成する淡い色で柔らかい、体の新社会性昆虫であるのに対し、ゴキブリは体色が暗く、表皮はスクレロチン硬化し、はっきりした大切のくびれを持つ。白アリのコロニーには、成熟した雌雄の生殖中である王と女王、多数の非生殖中である働きアリと、平アリからなる階級性がある。ゴキブリはコロニー型ではないが集団を作る習性が、 あり、すべての成虫が繁殖可能であることから全社会性とみなされる場合がある。この他両グループの類似点としては、様々な社会的行動、足跡をたどる、修正、血縁認識、コミュニケーション方法などがある。フランスの石炭基地層から出土したゴキブリの化石107種を対象に行った DNA 配列の分岐学解析では、シロアリが ゴキブリ目の内群に入ることや、キゴキブリがシロアリの姉妹群であることが示された。カマキリはゴキブリ目の姉妹群であることが示された。またキゴキブリは、町内細菌種などの特性をシロアリと共有している。ゴキブリのランプリブレイティデイとトライオニツデイというトガは、ゴキブリや木内に配置されている。昔ゴキブリかと茶羽ネゴキブリかについては、ラテン学名が刷新されている。 エッグルトンとベッカローニとインワードラに基づき2019年に多数の学識者によって修正されたゴキブリ目の進化関係を以下のクラドグラムに示す。このクラドグラムはアリエノプテラ科をカマキリ目の姉妹群として示している。当初は独自のアリエノプテラ目で絶滅したゴキブリの梅のコレウス浄化に一旦組み入れられたものの近年の分析では アリエノプテラカと梅のコレウス浄化をゴキブリ目に含めないで、アミハネウアメの姉妹分類に配置している。世界中の至るところでゴキブリは4000種以上発見されており、各大陸に固有の在来種がいる。これらの大半が雑食性、または腐食性であり、特に落ち葉や腐った木の中、密生した草木、岩の隙間、樹皮下の空洞、丸太の下、 ゴミの中といった生息範囲に住んでいる。樹上生活型もいれば、凍結性もおり、水性型もいる。少数の種は、建物内の人間近辺で生活するようになり、人間によって輸送されて、世界中に分布を広げ、害虫とみなされている。一部の種は、セルロースの消化を促進する強制生物を腸に抱えているが、多くの種が、 共生生物とは別にセルロースを消化する酵素も産生している。シロアリは南極以外の全体陸で3000種以上が発見されている。最多の種がいるのはアフリカでヨーロッパや北米に生息する種は比較的少ない。彼らもまた腐食性でその多くが木を食べており、セルロースを消化するための強制原生動物を抱えた特殊な蝶を持つ。 白アリは体が柔らかく、できる限り死認されないようにしている。彼らは大まかに、質カラギ地下で生活するものに分けられる。一般に、質シ白アリは、新葉樹林を、カラギシ白アリは、紅葉樹林を、地下白アリは、多したような場所を生息地としている。白アリはコロニーを形成する新社会性昆虫である。彼らにはカオストがあり。 各コロニーに王と女王、そして多くの非生殖な働きアリがいる。働きアリは、生殖中と発育途上の幼虫を養うため、コロニーに持ち帰る餌探しをする。ゴキブリも社会性を示す昆虫ではあるが、コロニー生活をしておらず、すべての成虫が繁殖可能である。集合型の種もいれば、集合傾向を見せる者や親によるこの保護を行う種もいる。 ゴキブリとシロアリには彼らが共通祖先から受け継いだと思われる顕著な行動類時点がある。これらには暖かく湿った場所を好む、修正、総触れ性、結挙性、素材の操作、衛生的行動、食物共有、共食い、排泄行動、振動でのコミュニケーション、血縁認識、足跡辿り、仲間を舐めて掃除する、血族の世話、触覚の手入れ、 特定の交配行動などが含まれる。これら行動の一部に、シロアリと幼虫ゴキブリ間で顕著な類似点があるが、成虫ゴキブリだと当てはまらない。新社会性の進化過程において、各個体が結集したいという欲求を共有する必要がある。幼虫ゴキブリには集合傾向があり、成虫は多くの場合縄張りや資源をめぐって、お互い積極的に競争する。 同様に、白アリのコロニーでは、お互いをグルーミングし合うことが一般的だが、このタイタグルーミングは、ゴキブリの実行する一般的行動ではなく、とはいえここが自分自身を手入れしている。この例外種が、キゴキブリ化で、彼らは他のゴキブリたちよりも、白アリと密接な関連があるとみなされている。こちらは、幼虫が相互に、あるいは成虫に対して、 フルーミングを行う。両グループはまた自分たちの社会環境の影響を受ける。一匹でいる単独シロアリは二匹一緒でいる場合よりも活力レベルが優位に低下して寿命が短くなる。孤立したゴキブリ幼虫は集団化している個体の半分にも満たないペースで成長し期待寿命も短い。シロアリとゴキブリはどちらも粉色性で粉解消費を行っている。 成虫シロアリの働きアリは餌探しをして餌を巣に運び込みそこで餌を口または肛門で生殖中及び幼虫に渡し栄養素のすべてをこのやり方で提供する幼虫ゴキブリは餌探しが不得意であり自分の住みかから出ることは滅多になくより大きな個体の分解を食べることで大部分の栄養素をとっているここから彼らは自分たちの食料を消化するのに役立つ 微生物層を取得する。キゴキブリカとシロアリの原始的なシュマスタターミス、ダービニーインシスは、メスの特定生殖構造の部分的な起源、そして双方ともゴキブリに典型的な卵症に卵子を産む、という事実を共有する。ワモンゴキブリ、原生ゴキブリに似た、節足動物は、石炭紀の昆虫群衆の中で優位を占めていた。原生ゴキブリは、 中世代三条期から出現したものである。この昆虫群は夜行性で食料と水を採示するのは夜だけである。この個体群はカースト分化しないため新社会性とはみなされていない。とはいえ彼らは依然として社会性生物であり、100万匹以上の個体に及ぶ集団での生活もできる。ゴキブリは瀬外側が扁平かつおおむね楕円型で、 胸部と後頭部を覆った手状の甲板がある。触角はよく発達しており長細く、口の部分はかじるのに適したものである。通常は前、翼が硬くて後、翼が膜状である。足の元節は扁平で、腿節が折りたたまれた際は、きれいに収めることが可能である。ゴキブリは、不完全変態である。さなぎ段階がなく、幼虫は、 大きさと翼がない点を除けば、成虫と似ている。メスゴキブリは、卵症として知られる鞘を作る。卵症は種にもよるがおよそ12から25個の卵を収められる。一部の種では、子育て行動が見られるが、それ以外の種は幼虫に何も施さない。大部分の種は成虫になるまで3から4ヶ月、かかるが、一部の種では、幼虫段階が数年間続くものもいる。 幼虫段階の継続時間に影響を与える主要因は季節差と食事で摂取する栄養量である。大半の昆虫種と同様、ゴキブリはフェロモン放出によってお互いにコミュニケーションを図る。また、ゴキブリが体から炭化水素を分泌して触覚での触れ合いを通じてそれを感じ取ることも発見されている。これらの炭化水素は ゴキブリのコミュニケーションに一役買っており、その個体が自分の親族であるか否かを察知することさえ可能で、近親交配を防いでいる。実験室で隔離されたゴキブリには行動に大きな影響が見られ、これらの炭化水素やフェロモンによる刺激反応が少なく、これらのコミュニケーション技能の開発にはおそらく集団環境が必要であることが示唆されている。 シロアリシロアリの種はすべて程度の差こそあれ、新社会性であり、コロニーの生因はカースト分化されている。シロアリ個体群の大部分は、祭事、映像、グルーミング、子育てを担当する働きアリで構成されている。ヘイアリには捕食者や他の競争相手から巣を守る責任がある。ヘイアリは、大顎が高度に発達しているほか、捕食者にとって、 有害な複数の防御物質を分泌できる多くの外分泌腺がある。通常、王と女王だけが生殖を行い、他のカーストはすべて非生殖である。生殖中には、一時生殖中と幼形、生殖中の二つの階級がある。一時生殖中はコロニーを創設した個体であり、複眼、翼の名残、明瞭に硬化した表皮で特徴を付けられる。 幼形生殖中は、通常、一時生殖中のどちらかが死亡した時に、コロニー内より発現する。一時生殖中が健在でも発現することがある。幼形生殖中には、翼の有無による2種類の表現型がある。有欲の場合は、親のコロニーから飛び去って、子有2匹で新たなコロニーを作るが、翼のない場合は、親のコロニー内に残る。 これらに形態が生じる発達経路の違いは、一般的にコロニー内の食物の入手可能性、またはコロニー内での様々なレベルの規制に依存する。特定の妊婦がどのカーストに発達するかは、後の都市期で明確になってくる。この時期に潜在的な生殖中は、生鮮領域が大きくなり始める。白アリのアリ塚。オーストラリア。 ノーザンテリトリーシロアリのコロニーは、樹状つ過剰または地下の場合もあり、原始的なシロアリは、切り株や丸太など、密閉構造の内部に映像する。巣の構造は主にシロアリ自身の排泄物で、他の材料は、植物繊維を噛み砕いたものと土である。樹状層は、密閉通路によって、地面とつながっている。大半の種の働きアリは、体が柔らかくて、 目は見えず、囲われた巣内で一生涯を暮らし、野外に出ることはない。巣は複雑な構造で、トンネルは祭事エリアとつながっている。アフリカではシロアリの塚が高さ9メートル直径30メートルになることもあり、地域を肥沃にして生物多様性が活性化したスポットを作り出すこともある。ありがとうございます。